皆さんこんにちは、証券ママです。今日は卵酒とエッグノックの2種類を作ります。お酒が大丈夫人には卵酒を、お酒がちょっと飲めない方やお子さんにはエッグノックをご紹介します。とても体が温まるので、風邪気味の時や体が冷えた時とっても美味しいです。ぜひ最後までご覧になって作ってみてください。それでは材料です。今日はね、お酒が飲める方用のお酒だけを使った卵酒と、お子さんとかね、お酒が弱い方用のね、これ卵酒と言えるかどうかわかんないんですけれども、外国ではエッグノックっていうね、まあこれ最後にちょっとお酒を入れたりしてもいいんですけれども、これを入れな、お酒を入れなければエッグノックって言ってね、お子さんにも飲める、これ飲み物になっています。これね、今日両方作っていきたいと思います。まずね、卵酒の方の材料からです。まずこれ日本酒ですね。これ今日 180cc です。これどんなねお酒でもいいです。お好きなね、今日はこんな感じのお酒を使っています。お酒が日本酒 180cc、 卵が1個、あとお砂糖ですが、お砂糖は好みなんですが大さじ1から2入れていきます。好みでね、甘いのが好きな方は大さじ2ぐらい入れてもいいです。あとこっちのエッグノックの方の材料です。牛乳が 180cc、 卵が1個、あとね、ちょっとできた後にトッピングにシナモンとか、あとこういったラム酒ですね。これお好みでいいです。をね、ちょっと最後に乗せたり、あと生姜のすりおろしですね。これは両方どちらもね、入れても大丈夫ですが、お好みで生姜のすりおろしまたは絞り汁を入れていきます。材料は以上です。はい、それではね、卵酒の方からね、作っていきます。まずね、こういったお鍋にも直接ね、卵1個を割り入れます。はい、そしたらお砂糖を今日は大さじ1杯ね入れます。もうちょっと甘いのがいい方は大さじ2ぐらいまでは入れてもいいです。今日はね、きび砂糖です。はい、お砂糖大さじ1杯入れました。そしたらね、ここでよく卵とお砂糖を混ぜます。はい、こんな感じでね、お砂糖と卵がよく混ざったら、日本酒 180cc をね、もうこの中に入れてしまいます。お酒がこう弱い方は、このお酒だけ先に沸騰させて、ちょっとアルコールをね、2、3分煮立てて火がバッと出ますが、そしてお酒のアルコールを飛ばしてから冷まして入れてもいいです。今日はね、ダイレクトにお酒も全部もう入れてしまいました。そしたらここでもう一回よく混ぜますね。はい、そしたらこれに火を入れていきます。はい、そしたら今日は直接火にかけていかないで湯煎でやっていきます。こういったね、フライパンにまずお湯を沸かします。そしてね、ちょっと弱火にします。そして先ほどね、別のお鍋に入れた卵とお酒とお砂糖ですね、これを湯煎にかけて、これでね、絶えずかき回せながら、とろっとね、いいとろみがつくまでこれ温めていきます。もうちょっと火を今ね、強めましょうか。中火ぐらいにしました。これでね、手を休めないでずっとこうやってかき混ぜていくとね、これが温かくなってとろみがついてきます。しばらくね、じゃあこうやって、ちょっと温度が上がりそうになったら、ちょっと湯煎から外したりしながらね、いいとろみがつくまでこうやって混ぜていきます。はい、こんな感じでちょっと泡でね、分かりづらいですがね、少しとろみがついてきて、もうね、だいぶこのお酒の方も温かくなりました。もうね、こんな感じでいいと思います。あんまりね、やりすぎてしまっても卵が固まってきてしまうので、まあ、湯煎からこうやってね、外せばいいんですけれども、
ちょっと泡で分かりづらいですね。ちょっと今日はちょっと泡がね、いっぱい出ているので、後でね、これね、カップに注ぐときちょっとこしますね。はい、こんな感じでね、もういいと思います。はい、じゃあ火から下ろします。はい、それでは出来上がったのでね、カップに注いでいきます。ちょっと分かりづらいですが、卵もね、固まらないでいます。このまま注いでもいいんですが、今日ちょっとこしますね。こしながら入れていきます。はい、こんな感じでね、卵酒の出来上がりです。これね、お好みでちょっと今生姜をすりおろしたんですけれどもね、これを少し入れたりしても大丈夫です。じゃあこれでこちらは出来上がりになります。はい、それではね、次にね、エッグノックを作っていきます。先ほどと同様にね、同じお鍋をちょっと洗ってきました。お鍋に卵1個入れます。はい、それからお砂糖を入れるんですけれど、これお子さんとかが飲む場合大さじ1だとあまり甘くないので、これね、大さじ2ぐらい入れても大丈夫です。じゃあ今日はね、ちょっとこちら私がいただくので大さじ1杯半お砂糖を入れます。そしたら先ほどと同様にね、よく混ぜます。はい、卵とお砂糖がよく混ざったら牛乳 180cc を入れます。はい、そして混ぜます。はい、そしたら先ほどと同様に湯煎にかけていきます。はい、先ほどと同様にね、フライパンにお湯を沸かしてお鍋を入れます。でちょっと弱火ぐらいの方がいいと思います。そしてね、これね、温めていけばもうこれ出来上がりです。やはりね、卵が固まらないようにこうやってね、絶えずかき混ぜながら混ぜていってください。程よい温度になったらもうおろしてしまってください。で、卵が固まりやすいので途中でこうやって湯煎から外したりしながら温めていってください。ちょっとね、失礼して指でね、温度を、そうですね、もうだいぶ指がちょっと、はい、つけてちょっと熱いぐらいでね、このぐらいでもいいと思います。じゃあ火を止めます。これでね、こちらも出来上がりになります。はい、エッグノックの方が出来上がりました。そしたらね、これお好みで今日ラム酒をね、大人の場合はね、ちょっとね、お酒が弱い方でも少しぐらいなら大丈夫なので、少しね、小さじ1ぐらいね、ちょっとラム酒入れますね。私もラム酒大好きなので、はい、そして混ぜます。でちょっと混ぜますね。あ、いい香りです。はい、そしたら先ほどと同様にね、気になる方はこうやってこしてください。こさなくてもいいです。はい、これでね、エッグノックの方はね、これやらなくてもいいんですが、お好みでこうやってね、まあ生姜もね、こちらのお酒の方も、こちらも冷めてきてしまったんですが、こちらはね、卵酒の方はね、生姜をね、じゃあね、少しね、乗せますね。乗せても混ぜちゃってもいいです。ちょっと生姜をすりおろしました。ちょっとね、こちら生姜をちょっと乗せます。エッグノックの方はこのシナモンですね。シナモンとかをちょっと振っても美味しいです。じゃあエッグノックの方はシナモンを振ります。はい、こんな感じ。はい、これで卵酒と、それからエッグノックの出来上がりです。お子さんにはね、ラム酒とかシナモンなしで作ってあげてください。とってもこれね、温まります。はい、それではね、出来上がったのでいただきたいと思います。
こちらの方はね、もう日本酒 100% なので、私ちょっとお酒弱いんですけれども、じゃあエッグノックの方からね、これラム酒を小さじ1だけ入れなってたので、ほんのりねいい香りで、こちらなら飲めるので、じゃあこれいただいてみたいと思います。ちょっとシナモンをね上にかけました。じゃあいただきます。うん、美味しいです。やはりねシナモンもね小さじ1ぐらいでしたらお子さんでも大丈夫のでね、もし嫌だったらね入れなくても大丈夫です。ちょっとあのカスタードクリームをちょっとこう液体状にした感じで、こちらはねお砂糖をちょっと大さじ1杯半入れました。ちょっとこれでちょうどいいぐらいでした。こちらのね卵酒の方はねお砂糖少なめで、これ主人用にね、お酒が好きな人用にちょっとお砂糖大さじで1で作りましたが、お好みでね大さじ2ぐらい入れてもいいです。こちらはねちょっと生姜をねあの上にのせて、じゃあ少しいただいてみましょうか。酔ってしまいそうですけれども、この生姜を少しこうやって混ぜていただくとね、これほんと体が温まります。エッグノックもねあのこれ温かいうちにいただくととても体も温まりますし、ほんと風邪気味の時とかとってもいいです。じゃあね卵酒の方いただきます。酔いそうですが、じゃあいただきます。うん、すごいです。アルコール 100% なので、お酒 100% なので効きますね。でもほんと飲んだ瞬間からも体がカーッと熱くなってね、とってももう酔いそうです。お酒がね弱い方は本当にこういう風な感じのちょっとねエッグノック風にして飲んでもいいです。あとねここまで強いのが嫌な方はお酒と牛乳を半々にしてね作っても大丈夫です。これね本当に風邪にも効きますし、夜ね寒くて寝られない時とか、ちょっと冷えてしまった時なんかもね、別に風邪ではなくてもね、とっても栄養のバランスもいいので、ぜひねこれ作ってね、今とっても寒くて今日もちょっと雪が降りそうな寒い陽気なんですけれども、飲んでね体を温めて免疫力をつけてください。とっても美味しくできました。ごちそうさまでした。皆さんご視聴ありがとうございました。他にもね酒粕で作る甘酒の作り方のレシピの動画もあるので、よろしければご覧になってみてください。それでは皆様お元気で、また次の動画でお会いしましょう。証券ママでした。